皆さんこんにちは、クリーミー所属ライバーのまこと申します。さてこの動画はですね、キヌジョプレゼンツスタイリスト×ミクチャライバースペシャルコラボトーク企画ということで、今 SNS で大人気の美容系インフルエンサー、そして人気ラッパーの方々を多数お招きいたしまして、ヘアケア、ヘアレンズの最新トレンドや意外と知らないテクニックの秘密などたっぷりとご紹介していきたいと思います。さて早速本日のゲストの方々をご紹介したいと思います。まずは本日のご意見番兼大人気美容系インフルエンサーの方々のご紹介です。まずはこちらの方、 YouTube チャンネル髪の毛の学校にて大人気活動中、現役美容師インフルエンサー、サロンアルディイースト代表、鶴谷和俊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、さて続いてはお隣、思わず触れたくなる柔らかい質感のカラーが得意、現役美容師インフルエンサー、サロンアイドット東京所属、メルテムさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きましてこの番組の出演権をかけてユーザー投票での上位を勝ち取りました、今のミクチャで大人気のライバーのご紹介です。まずはこちらの方、ファッションマスク、ピクール公式モデル、のリカさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして第5回ミスブーケ準グランプリ、ミュウさんです。よろしくお願いします。そして最後はミュウジョ公式アンバサダー、ひとみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上5名の方々と一緒に本日はお送りしてまいります。早速今回の企画の紹介にまいりましょう。この動画は今回のスペシャルコラボ企画第1弾ということで、こちらの企画を実施していきたいと思います。どうぞ。プロがぶっちゃけ2022年フェアレンジ最新事情トーク企画です。さて今回の企画はですね、ヘアケア、ヘアレンジのプロフェッショナルである鶴谷さんとメルテムさんに、今をときめく人気インフルエンサーのライバーである皆様から全国の女子を代表していろいろと質問をさせていただこうという企画になっております。今回ご参加のライバーの皆様からはそれぞれご質問をいただいておりますので、ご意見番のお二人にはそちらにご回答いただければと思っております。さて皆様からの質問の前に番組サイトから、質問を一つ用意しておりますので、こちらに答えていただければと思います。こちら、ズバリ今一番トレンドのヘアは何ですかということで、こちらお二人いかがでしょうかということで、まず鶴谷さんからお願いします。はい、最近だとインスタグラムとかのリールでバズってる動画があって、はいはい、結構髪の毛を綺麗に見せる、うんうん、ストレートヘアでピカって見せる髪型が最近多くてすごく流行ってます。はいはいはい、見ますね、はい、皆さんも何か髪の毛とかちょっとこだわりとかあったりしますか。やっぱりサラサラに見せたくて、はいはい、そういうトリートメントがあるメニューとかを美容室でやったりするときもあります。ああ、いいですね。そうそう、うん、私は美容室は特に髪質改善とかはやったことないのでちょっと気になってます。ああ、いいですね。でもすごい、もう綺麗だな。すごいですよね、綺麗ですよ。白くみたいな。そうですよね。最後、ミュウさんは。はい、髪が結構くせ毛だったりとか多かったりするので、はい、髪質改善のときは結構ホットペッパーとかで見てて、どうやってサロン選んだらいいかなとか悩んでいます。どのことですが、鶴谷さんとしどうですか。サロンを選ぶってなると最近だとインスタグラムとかでそういう髪質改善を配信されてる方っていうのがいて、その文章とかを見ると結構細かく書いてる人とかは結構信用できるので、そういうインスタグラムとかでリサーチするといいかなと思います。やっぱり最近のね、私たちもですけど、やっぱインスタで情報収集ってすごいするので、これからちょっとインスタグラムね、みんなで見たいと思います。見てもらって、はい、続いてメルテムさんはいかがですか。はい、私はですね、その最近の女の子たちって前まではすごいふわふわにくるくる巻く方々が多かったと思うんですけど、うん、最近の女の子たちはあんまり巻かない子が増えてきているので、そういう子たちに向けて、まあ、巻かなくてもおしゃれに決まるパツッと揃ったカットラインのヘアスタイルを提案させていただいてます。あ、そうなんですね。私もこの前髪の毛切ってきたんですけど、うんうん、タイミングがちょっとパツッと、うん、パツッとすごい、ね、そうですね、ちょっと流行り抑えられてると思ってますが、ありがとうございます。皆さん最近は髪型とか相談なんてセットしたりとかありますか。
でも確かにパッツンベって呼んでたりしてますね。確かにそれと、最近流行ってる気がします。で、やっぱりちょっと重ための方。私もいつもこんな感じでずっとストレート、うんうんうん、特に巻いてるらしい。あ、やっぱり、はい、ストレートがすごい多いですね。よかったね、全員巻いてる。プログラムもすごいあったりし、メイクさんは私は結構カラーもしたいから、うん、カラーもしつつヘアスタイルも楽しみたいなっていうのを思ってます。ということで、番組サイトからご用意した質問にお二方に書いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、その前提を踏まえまして、本日お会社の皆様から一つずつ、ヘアケア、ヘアレンジに関する質問をいただいております。それでは最初の質問がこちら、今流行りの韓国風ヘアアレンジを教えてくださいとのことですが、こちらの質問はどちら。はい、あ、リカちゃんから。はい、はい、なんか私がいつもこのままのスタイルでいることが多いんですけど、うん、簡単にできるようなおすすめのヘアスタイルがあれば、プロ目線の方から教えていただきたいです。はい、この質問ですが、いかがでしょうか。はい、最近だとストレートももちろん流行ってるんですけど、ヘアアレンジも流行っていて、でも結構猛暑なので暑いと思うんで、サッと上げたい方って多いと思うんですけど、そういう方っていうのはバンスクリップで簡単に留めれるクリップが最近人気があって、それを使ってくるって丸めて留めるだけでも十分可愛くなると思うんですね。ただ、ストレートの状態でアレンジをしてしまうと可愛さっていうのが表現しにくいので、細い26ミリぐらいのヘアアイロンでしっかりとカールをつけた後にバンスクリップみたいなので留めることによってさらに可愛くなるので、すごくおすすめなスタイルです。確かに私もインスタグラムとか見ると、ね、クリップ使ってカクルってやりますね、やってますし、でも確かにちょっとペッタンコになりやすいじゃないですか、そうですね。その時にやっぱしっかりアイロンでこうふわっとさせると、より女性らしさが出て、ね、素敵だと思います。そうですね。リカさんもいかがですか。やってみたいと思いました、持ってますか。持ってないです。そんなに手に入るから確かに確かに、ちょっとこの後買いに行っていただければと、はい、思います。エルテムさん的にはいかがでしょうか。はい、今の鶴谷さんの、お話にちなんでなんですけど、最近その遅れ毛を作る子たちが多くてですね、そのクリップでこう髪をまとめて上げた時に、ここからちょっとさっさって出てくる、短い髪の毛を作る子たちがたくさんいるんですけど、そのちょっと落ちてきた髪の毛もアイロンでちょこっと巻いてあげると、抜け感が出るというか、そのふわふわに巻いてからまとめて、さらにその遅れ毛で抜け感を出すみたいなのもめちゃくちゃ可愛いと思います。いいですね。はい。遅れ毛作ったりとかされてますか。あります。あ、さすが。髪の毛をまとめたりする時とかありますか。まとめる時もあります。やっぱこう出てくるのがこうやっぱ気になるんですけど、特に何もしないので、そうなんですか。はい、だからちょっと今それが逆におしゃれだから、どうやったらそれをうまくできるのかっていうところは、また教えてほしい。確かにそう思ってます。なんかコツとかありますか。遅れ毛を出す遅れ毛を出すコツはですね、遅れ毛がちゃんと出てくるようにカットしてもらうっていうのもめちゃくちゃ大切で、落ちてきてほしい箇所に可愛い長さで切ってもらって、でも遅れ毛だったらもうストレートアイロンで毛先をくるってやればもう、そうですね、毛先をちょっとくるっと巻くだけで本当に可愛くなると思うので、ぜひ美容師さんに作ってもらうといいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、やっぱりね、アイロンで少し変化を入れるっていうのがやっぱ必要っていう感じですよね。はい、さて続いての質問はこちら、ショートヘアのヘアアレンジで一押しのアレンジを教えてくださいとのことですが、こちらの質問はどうぞ。はい、はい、みーちゃんからですね。ショートヘアの、私ではないんですけれども、友達が最近ショートヘアにしまして、とってもアレンジするのが難しいっていうふうに聞くんですけど、もし何かおすすめのアレンジ方法があったら教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。この質問ですが、メルテムさんいかがですか？はい、そうですね、ショートにする方たちって、結構その自分でセットしづらいよって方多いんですけど、そういう方たちは、パーマを毛先の方だけかけてふわっとさせるみたいな、はい、スタイルがすごい今流行ってて可愛いと思います。朝起きて髪の毛をちょっと濡らして、スタイリング剤を揉み込むだけで簡単にできるのでおすすめです。はい、どんな感
じでパーマってこうかけるんですか、お客様って。こちらを見ていただきたいんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、毛先にちょっとニュアンスを出すみたいなパーマ、あんまりくるんくるんにかけないちょっと緩めのパーマ、はい、かわいい。なんか顔出しただけですごい動きが、そうですね、うん、うん、めちゃくちゃ簡単です、はい、こういうの見るとショートにしてる、うん、思いますね、ぜひお願いしたい。ということで、メンバーいかがですか。はい、本当にあの見て私もちょっとショートに変えたいなめちゃくちゃおしゃれですということで、今の、ね、入りはちょっとパーマをかけるというところがあるみたいなので、もし気になる方はぜひあのインスタグラムとチェックしていただければと思います。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さて、次の質問はこちら。ヘアアイロンやヘアドライヤーの選び方というところなんですが、この質問は今から、はい、ひとみさんから、はい、お願いします。はい、やっぱりヘアアイロンやドライヤーは毎日使うものだと思うんですけれども、うん、やっぱりこう種類もたくさんあって悩んでしまうんですけど、はい、例えば私とかドライヤーだとやっぱ長いのですごい乾くのに時間がかかる。で、あとあのヘアアイロンだとやっぱストレートで長いので、それもなんかやっぱりこう傷まないようなツヤ感の出るようなアイロンがなんかあったら教えていただきたいなと思います。綺麗なままでね、なるべくね、保ちたいですね。という質問ですが、鶴谷さんいかがでしょうか。そうですね、まずドライヤーで言えば3つポイントがあって、風の強いドライヤーを選ぶと乾くのが早いです。で、2つ目なんですが、熱が程よく出るドライヤーを使うとすごく乾くのが早くなります。で、3つ目なんですが、テラヘルツ波が出るドライヤーを使うと乾くのが早くなるんですね。なので風が強いドライヤーを選ぶことによって速乾にもなるし、逆に熱が高すぎるとどうしても傷んでしまうので、程よく熱があるぐらいの方が髪の毛に負荷をかけずに傷めずに乾かすことができる。そしてテラヘルツ波が出ることによって髪の毛の表面に水分をまとうことができるので、ツヤっぽい髪の毛に仕上げることができるので、そういうドライヤーを選んでもらうといいかなと思います。ちょっと私から2個質問があるんですけど、はい、まずなんか程よいその温度っていうのは、だいたいどのくらいの温度感がいいんですか。ちょっと難しい話になるんですけど、だいたい120度以下ぐらいのドライヤーを選んでもらうといいんですけど、最近のドライヤーは程よくいい値段のドライヤーであれば、そこまで熱が高いドライヤーっていうのはないので、なので、安すぎるよりも程よい値段のドライヤーを選んでもらうといいかなと思います。あともう一つがテラヘルツ波っていうのがちょっと難しい単語が出てきて、ちょっと結構ハテナの方がいると思うんですけど、はい、っていうのは簡単に言うとどういったものですか。簡単に言うと、熱の伝わり方が今までは髪の毛の表面から熱が伝わってたんですけど、はいはい、テラヘルツ波を与えることによって髪の中心から乾いていってくれるんですね。なので表面ばっかり乾いてしまうと乾くのが遅くなってしまうんですけど、はいはい、中から先に乾いてくれると程よく乾いた状態っていうのが表現できるので、乾燥してパサつくっていうことがあまりないっていう効果があります。潤いが保たれる。そうです、はい、初めて聞きました。ちょっと難しいですもんねちゃんと説明できてるか分かんないですけど多分みんな納得したんじゃないかなそういうイメージです。あともう一方でアイロンっていうのは、はい、あとおすすめっていうのはどういう風に。アイロンだとプレートっていうのがすごく大切になって、プレートの質が悪いアイロンを使ってしまうと、どうしても髪の毛の水分を飛ばしすぎてしまって髪の毛が乾燥パサついてしまうんですね。ただ絹女さんのシルクプレートみたいなアイロンを使ってもらうと水分を飛ばしすぎないんですね。なので飛ばしすぎないことによってアイロンを通すたびに一回一回痛みを軽減できるっていうイメージです。なので、そうです、そうです。ただアイロンは何度も何度も通してしまうと傷んでしまうので、できる限り1回でスルーしてもらうのがよくて、シルクプレートみたいなアイロンを使うことによって1回でしっかりとスルーすることによってツヤの髪っていうのが作れるので、こういうプレートを選んでもらってもいいかなと思います。あとは癖が強い方っていうのは、このプレート幅が細すぎると癖って伸ばしにくくなるので、このぐらいちょっと太めのストレートアイロンを選んでもらった方が癖っていうのは伸ばしやすくなります。はい、確かに熱の面積が広ければ、そうです、そうです、キュッて、ね、なりやすい、はい、確かに。で、実際にちょっと皆さんにね、触っていただいたりとか見ていただきたいなと思ってるので、よかったらちょっと回していただいたりとか、ちょっと感想をいただければと思います。なんか思っ
ってた以上にすごいツルツルで、これだったら髪の毛に負担がなさそうだなっていう。そうですね。そう、表面がザラついてるとどうしても髪の毛の表面にキューティクルっていう部分があるんですが、その部分を通すたびに傷つけてしまうんですね。なのでこのツヤ感があることによってキューティクルを傷つけずにアイロンを通すことができるので、ダメージを軽減できるっていう仕組みでもあります。はい、え、瞳そうじゃん、はい、ありがとうございます。あ、すごいツルツルだし、確かに軽いんです。本当ですか。あんまりプレートとかこう気にしたこと買うときに、確かになかなか気にすることもなかった。ちょっとこれ気にしない。確かに確かに、思いました。はい、リカちゃんよかったね。ぜひぜひ。軽いですね。はい、あ、すごいですね。すごいです。シルクプレートって何ですか。シルクプレートなんですけど、シルクプレートは見ていただくと分かりやすいと思うんですけど、はい、今温度が180度で、この180度の藍色のプレートの上に水をかけると、その水がどうなるかっていうのを見てもらいたいと思います。はい、はい、蒸発そうです、ね、ですよね。じわじわってちょっと、髪の毛の乾きが甘い時に、うん、朝とか急いでてやると、うんうんうん、ちょっと煙が出るみたいな。そうですよね。焼けてるみたいな。そうですよね。それがないってこと、うん、ない、夢みたいですね。すごいアイロンです。ぜひぜひちょっと実践を見たいなと思います。はい、はいはい、じゃあやってみます。180度の温度のアイロンのプレートの上に水をかけてみます。そうすると、すごい、このような感じで蒸発しきらないんですね。え、すごい、はい、残ってるんですよ。残ることによって髪の毛の中の水分を飛ばしすぎないので、髪の毛を傷めづらいと思ってもらえればいいかなと思います。すごい、徐々にこうね消えていくけど、うん、全然こう蒸発って感じが一切ない、うんうんうん、全く傷まないっていうわけではないんですけど、水分を飛ばす力っていうのが若干軽減されてる分、艶っぽい髪の毛に仕上げれます。え、すごい、すごいですよね。すごい、絶対なんかね、うんうん、すごく優しいのが見て、うんうん、分かるのがすごいいいです。え、ちょっと欲しくなりますね。欲しくなっちゃう。ですよね。めちゃめちゃ素敵でした。はい、え、どうそうですね。今すぐに欲しい。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、ここで絹女ヘアドライヤーの特徴を解説する VTR がございますので、こちらをご覧ください。女性にとってヘアケアっていうのは欠かせないものだと思うんですね。で、ヘアアイロンとかヘアドライヤーの選び方とか、特徴とかっていろいろあると思うんですけど、キヌージョさんのヘアドライヤーの特徴を教えていただいてもよろしいですか。まずは何といってもこのコンパクトさですよね、うん、手のひらのサイズと変わらなくないですか、うん、すごいちっちゃいですよ ね。そうなんです。小さい手の方が持ってもらっても全然窮屈じゃなく、はい、でしかもこんな感じでくるんと、はい、回していただくと T 字のドライヤーになります。折りたためるっていうのがすごく画期的ですよね。はい、そうなんです。なのでこれだけコンパクトにもなって折りたためるので、収納することにも困らないですかね。確かに確かに、旅先とかで持って行ってもいいですよね。おすすめです。おすすめですね。はい、でその見た目の可愛さだったりとかコンパクトさっていうのはもちろんなんですけども、はい、それだけだと、髪の毛ってやっぱ乾かすものではあるので、はい、ちょっとじゃ実際にスイッチ入れてみたいと思います。お願いします。はい、いきますね。はい、これ今すごいなびいてるの分かります。なびいてますね。確かにすごいなびいてる。それだけしっかりパワフルな風っていうのを送ることができるので、髪の毛を早く乾かしたいっていう方にもおすすめです。すごいびっくりするぐらい風を感じたので、そうですよね、撮影の時に炊いてる風かなって思うぐらいすごく、あとあんまり温度が多分高くないので、そうなんです。で温度も実はですね3段階で切り替えることができるようになっているので、はい、高温、中温、低温と、それぞれの髪質だったりとか、使う方に合わせて温度を切り替えていただけるので、小さいお子様から、確かに、で子供のね、ちっちゃい子の乾かすときに暑すぎるとやだってなったりもしますし、しっかり乾かせますね。はい、家族で使っていただけるドライヤーになってます。とっても素敵です。ぜひぜひ気になる方ね、チェックしていただければと思います。はい、ちなみにそのヘアドライヤーはどちらでご購入できるんですか。はい、詳しい購入先は
概要欄に貼っておりますので、ぜひ皆さん概要欄から絹代社公式サイトをチェックしてみてください。はい、では皆さんぜひ気になる方は概要欄からチェックの方お願いいたします。はい、続いてなんですけれども、キヌージョストレートアイロンの特徴を教えていただいてもよろしいですか？はい、こちらのキヌージョストレートアイロンの特徴は3つあります、はい、まず1つ目が温度上昇スピードの速さになってます。実はですね、180度まで到達するのになんと約20秒でめちゃめちゃ早いですね。上がってくれます。ちょっともう今日今温めちゃってるんですけども、はい、20秒後には熱々の状態になってるので、はい、髪の毛を吊るした時とかにも何回も何回もしなくても温度が常に均一で保たれているので、うん、温度上昇が忙しい朝にもってこいですね、はい、おすすめです、はい、で2つ目が滑りの良さですよね、はい、先ほどの話にもあったように、うん、髪の毛にかかる摩擦っていうのがすごく少ないものになっているので、はい、アイロンを通した時の特有のギシギシ感っていうのがないから、うん、すごくストレスなくお使いいただけると思います、はい、さっきプレートこう触ったんですけど、すっごいツルツルしてて絶対にスルッと通せるなと思いました、うん、はい、で最後3つ目が水蒸気爆発っていうのを防いでくれるプレートになってます、はい、うん、このプレートが特徴的なシルクプレートというものなんですけども、はい、180度の状態で水分をシュッシュッとかけても一気にこうジュワッと蒸発しないので、うん、はい、髪の毛の中の水分を守ってくれながらスタイリングできるので、はい、アイロン使いたいけど傷めたくないっていう方にはおすすめのアイロンになってます、はい、先ほどの、ね、動画でもこう実際にやったところがあるんですが、はい、水滴が残り続けるっていうのがすごく印象的だったので、ぜひぜひ皆さん、ね、チェックしていただければと思います。では大森さん、少し使ってみてもよろしいですか？はい、はい、ありがとうございます。ではヘアアイロン使ってみたいと思います。こちらは何もしていない状態の髪の毛になります。通してみたいと思います。わかりますか？このツヤ感、もう一回ちょっと違う場所を通してみます。使い心地とかどうですか？すごいプレートがツルツルしてるので通り方が気持ちいいです。すごい気持ちいい。引っかかりとかを全く感じないので、すごい綺麗、めちゃくちゃツヤ出てますね。ツヤがめちゃめちゃ出てるのが分かるかと思うんですけど、あと触った後もさほど熱くないので手で溜まったりとかもしやすいですし、分かりますか？このカールのツヤ感、ここがすごくツヤツヤしてるかなと思うんですけど、毛先がすごいツヤが出てますね、ツヤが出てますね、すごく。あ、何回も使いたくなります、これ気持ちいいです。全然なんか私普段使ってるアイロンってやっぱり、まあ、こういうプレートじゃないので結構ゴワゴワして、こうちょっと止まりそうになるというか、ギシ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 した感じなんですけど、全くそれがないのですごくおすすめです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ちなみにこのアイロンはどちらで購入できるんでしょうか？はい、こちらはですね、全国の家電量販店はもちろん概要欄に貼っております、はい、キヌージョ公式チャンネルでもお求めいただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ぜひ皆さんに概要欄のチェック、そして家電量販店にも足を運んでいただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、ライバーの皆さん、いかがだったでしょうか？よかったら、一人一人ちょっと質問のね、感想をいただきたいと思うんですけど、まず、リカちゃんからお願いします。はい、なんかこうやってプロの方から直接お話を伺える機会をいただけて、すごく勉強になりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。それで、トミちゃん、お願いします。私のヘアアイロン、シルクプレートも初めて見たんですけれども、毎日やっぱ使うものなので、傷まないようにしたいので、やっぱりこういうシルクプレート、はい、ついたヘアアイロン使いたいな。ありがとうございます。で最後に、ね、みゆちゃんからお願いします。はい、わかりやすく教えていただいてありがとうございます。もう早速使ってみたいっていう2点です間違いなく使ってみたいですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ、ということでキヌージョプレゼンツ、スタイリスト×ミクチャライバー、スペシャルコラボトーク企画は以上となります。その他にも、このコラボ企画ではヘアケアに関する知識が深まる必見のクイズ企画動画もご用意しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。またこのキヌージョ公式チャンネルではこの他にもヘアケア、ヘアレンズなど髪に関するハウツーをご紹介しておりますので、ぜひぜひそちらもご覧になっていただければと思います。ぜひチャンネル登録、グッドボタンの方をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。